今回の動画投稿が非常に遅れて本当に申し訳ありません。同志99の生活も落ち着いてきたので、ソビエトによる大粛清、編を開始します。1年以上も放置して何してたんだか。そのあたりは動画の最後で説明するので、今回はソビエトの大粛清を解説していくんだぜ。でもその前に注意がある。この動画は素人が作っています。間違いやミスなどもあると思います。それらを理解の上でご視聴ください。できれば、調べて自分で判断をしてみてね。解説を始めるんだぜ。まず、大粛清の始まりはロシア革命の立役者である、レーニンが亡くなった後に、鋼鉄の男、ヨシフ、スターリンが後継者となったことから始まる。今までの解説にもたびたび登場した人物ね。スターリンはグルジアという国に生まれ、初期の共産党で資金調達や、演説で民衆を放棄させるなどの活動をしていた。資金調達の方法が完全に犯罪ね。銀行は革命資金の貯金箱なんだぜ。スターリンはソビエト政権内で、書記長という役職に就いた。学校だと記録役のイメージがあるわね。書記長は事務仕事を担当するとても大切な部門で、スターリンは軍事指揮や演説はあまり得意ではないが、事務仕事は党内で誰よりも優れており、この書記長という地位に権力を集中させていくんだぜ。1924年に暗殺事件の傷が元で、レーニンが廃人同然となってしまう。スターリンはレーニンの面会受付人になり、彼の権力を最大限に活用した。レーニンの死後は、陰謀を張り巡らせ、他者を出し抜き、書記長としてソビエトに君臨することとなった。スターリンの就任はみんな賛成していたの。反対勢力はたくさんいたし、何よりも、レーニンが遺書でスターリンを後継者にするなと残している。え、それじゃ後継者になったらダメじゃない？これらの自分に不利な遺言を握りつぶし、スターリンの賛同者を増やす根回しなどで、事務屋としての才能が発揮されたんだ。そういうところは超人的ね。スターリンは権力を掌握したが、党内にはまだまだ古参党員が多く残っており、この時点では赤い皇帝と呼ばれるほど、屈強な地盤を持っているわけではなかった。独裁者でも最初はうまくいかないものなのね。なんとか権力を握ったが、会議では反対意見や批判も多く、古参党員たちの意見を無視できるほどの影響力もない。そして、周りには有能な党員もおり、反スターリン派はそういった党員たちを祭り上げて対抗してきた。綱渡りのような苦しい状況だったわけね。スターリンは権力掌握の前にトロツキーなどの多くのライバルとの後継者争いを戦ったが、今度は笑顔で背中から言葉のナイフを刺してくるような、誰が敵で誰が味方なのかわからない政治の戦場に足を取られていくこととなる。1934年、そんなスターリンに驚くべきニュースが舞い込んでくる。ドイツのヒトラーが霊夢と突撃隊を粛清した。長いナイフの夜事件のニュースだ。霊夢を粛清したの？いや、霊夢ではなく、霊夢だから。で、長いナイフの夜事件はどんな事件なの？まあ、簡単に説明すると、ナチ党の武力行使部隊だった突撃隊だが、兵士の数が多くなりすぎ、強大な権力を持つようになった。突撃隊司令官の霊夢は、ヒトラーからの自分や突撃隊の扱いなどに失望し、独自路線を突き進み、過激化していった。街中で酒を飲んで暴れる突撃隊の国民からの評判も悪くなり、合法路線で政権獲得したヒトラーにとっても問題となっていた。独自路線を取る霊夢が反乱を起こすのではと噂されるようになってきた。ヒトラーは素早く反撃の余地なく、霊夢を排除するか悩んだ。そこに、霊夢の政敵たちが反ヒトラー的な言動をヒトラーに逐一報告するようになり、それらの行動に不信感を抱いたヒトラーはついに、霊夢や突撃隊の有力者を正当な裁判なしに逮捕、処刑したという感じの事件だな。目の上のたんこぶになった突撃隊をヒトラーたちが非合法的に私的処刑をしたって認識でいいのね。うむ、そんな感じでいい。この事件は他国では衝撃的に捉えられ、ヒトラー政権の不安定さを指摘して、ナチス体制は崩壊するかもしれないなと多くの人々は感じていた。まあ、自分の部下も制御できてなかったら、普通はそう感じるわよね。だが、この事件を知ったスターリンだけは、
全く違う捉え方をしていた。スターリンは事件後の政治局会議でこう述べている。諸君はドイツからのニュースを聞いたか、何が起こったか、ヒトラーがどうやって霊夢を排除したか。ヒトラーという男はすごい奴だ。奴は政敵をどう扱えばいいかを我々に見せてくれた。政敵を排除したことにより、ヒトラーの権力と彼の体制は強固なものとなった。口うるさい敵対勢力に怯えていたスターリンに、反対派をどう扱えばいいか手本を見せてしまったのね。スターリンは1920年代から、反対勢力を消したいと目論んでいたんだが、反撃に遭うことを恐れて躊躇していた。だが、長いナイフの夜事件を参考に、反対勢力を徹底的に根絶する決意を固めてしまったようだ。少し話は変わるが、セルゲイ・キーロフという男が、ソビエトには在籍していた。有能で若くスターリンと並ぶ実力者でスターリンの後継者と目されていた男だ。キーロフ自体はスターリンに忠実だったが、スターリンは彼の人気と人望を恐れていた。いつか自分になり代わり、権力を奪われるのではないかと。このキーロフが、1934年12月1日に執務室で暗殺された。なんでキーロフは暗殺されたの？これも謎の多い事件で。スターリンが裏で糸を引き、キーロフを暗殺させたという説が、一番可能性が高いが、スターリンが暗殺に関与したという記録は見つかってない。この後の流れを考えれば、スターリンの仕業が一番自然だし、仮に偶然だとしても、この事件はスターリンに、有利に働き、利用されることとなる。キーロフ暗殺後の捜査で、スターリンに率いられた指導部は、巨大な陰謀が存在すると主張した。この事件に対するスターリンの声明はこうだ。階級闘争が前進するほどに、打ち破られた搾取者階級の残党たちの怒りはますます大きくなり、彼らはますます激しい闘争形態に移り、ソビエト国家に対してますます低劣な行動をとり、命運尽きた者の最後の手段として、死に物狂いの闘争手段にますますかじりつくであろう。つまりどういうこと？共産党が前進すればするほどに、その前進に取り残された者たちは反対運動を行い、テロや暗殺などはさらに過激化するだろうということだ。だからこそ、奴ら残党は徹底的に取り締まり、絶滅させなければならないという理論になるわけだ。とんでもないことになりそうな予感ね。まず、スターリンは暗殺されたキーロフが所属していた、レニングラード共産党関係者を5000人逮捕して強制収容所へ連行した。カーメネフやジョノイエフなどの、かつては共闘した古参党員たちも逮捕、連行された。逮捕されたレニングラード共産党関係者だが、裁判の後に、全員が銃殺刑となり、処刑されている。一気に血生臭い話になったわね。いや、霊夢。これは血の嵐である大粛清の始まりに過ぎないんだ。先ほどのレニングラード共産党逮捕のような粛清の実行部隊は、内務人民委員部という部隊が行っており、通称 NKAD と呼ばれている。この部隊は1934年には元リフ、野合田が長官として、4年間、党や軍部の粛清を担当していたが、野合田の反革命分子摘発はスターリンの期待よりも生ぬるく、古参党員相手に他の人民の敵の自白も大して引き出すことができなかった。そんな野合田に失望したスターリンは彼を更迭し、忠実なスターリンのしもべ、血まみれの小人、などと恐れられた。ニコライ・エジョフを長官に起用した。当時のロシア帝国の首都サンクトペテルブルクに生まれたエジョフは、身長が150センチほどと当時でもかなり小柄な人物だったが、彼が NKAD の新長官に任命され、最初に担当した仕事、野合田や彼の部下であった旧 NKAD 職員の処理であった。当時、野合田は左遷され部下はそのまま部隊に残っていたが、その部下の中でも鉄の石で人民の敵を摘発できる人物を厳選し、エジョフの部下に組み込んでいった。不要とされた旧職員はリストラで失業してしまったの。それで済んだらどれだけ良かったことか。人民の敵、摘発に不適格とされた職員は、本部の移転という名目で集められてから列車に乗せられ、取り調べ後には、彼らが摘発していた人民の敵、として殺害された、旧職員の処理が終わったエジョフには、
必ず終わらせなければならない仕事があった。まさかそれって、前任の野望だを人民の敵として裁判にかけて処刑することだ。野望だからは処理した旧職員の罪状を自白させる必要があった。野望だの取り調べは凄惨を極め、5時間、12人の調査官が交代で殴り続け、歯が抜け落ち、薬物の使用も許可され、医師も常駐し、死なないように細心の注意を払い、野望だから自分はドイツのスパイである、と自白を引き出すことに成功した。野望だは裁判にかけられて銃殺刑となった。この NKAD の粛清により、野望だや彼の部下、そして家族なども処理され、3000人が死亡したと考えられている。処刑される直前に野望だはこう言い残した。この世に神は存在する。一体どういう意図で言ったのかしら。神だけは野望だの無実を知っているという意味なのか。解釈が難しい言葉なんだぜ。最初の仕事を成功させたいジョフだが、これからの仕事のために NKAD メンバーを集めこう発言している。無実の人間を10人犠牲にしてもいいから、スパイを一人も逃してはならない。木を切り倒すときはコッパが切るものだ。私の身の丈は小さいが、両手は頑丈だ。同志スターリンの鉄の意志を実行するための両手だからだ。残りの9人はたまったものじゃないわね。エジョフは徹底的に大粛清を行う断固たる意志を持ち、彼は自分の仕事に臨むこととなる。それは歴史に残り、現代でも尾を引くほどの血にまみれた恐ろしい仕事を。エジョフは党員たちの過去を調べ上げ、過去にトロツキーや、ハンスターリン的な人物を支持していた人々を逮捕し、処刑した。過去ってどれくらい前まで遡るの？エジョフが調べれる限り過去までだ。20年以上前のことを掘り返し、逮捕した例もあったんだぜ。このような徹底的な取り締まりにより、ソビエト共産党指導者、官僚など他にも数百万人の市民が、政府への反抗、政府の転覆活動、反革命の容疑を受けて、粛清の対象として逮捕され、容赦ない拷問の結果、処刑、追放、収容所送りに至った。これらの大粛清体制には逮捕者のノルマまで存在していた。取締職員は不適格とされた前任者がどうなったか知っていたので、自分もそうならないように必死でノルマを達成した。また、ソビエトは非常に国土が広く、地方党組織はロシア革命以来、まるで領主のように地方で、権力を振るっていたが、それら地方の大物党員たちも逮捕、粛清し、モスクワ、スターリンの権力がソビエトの隅々まで届くようにしている。どれくらいの党員が逮捕されたの？ソビエト共産党の主要幹部である中央委員、または中央委員候補だった者139人のうち98人が粛清されている。生き残る難易度がめちゃくちゃ高いわね。だが、1937年までの粛清というのは、共産党関係者や市民に向けられた粛清であった。何人かの将軍も粛清されていたが、彼らは将軍だからというよりも、古参党員として粛清されていた。赤軍事態への粛清はスターリンといえども、なかなか手を出せなかった。それでここから大粛清はどうなってしまうの？次回に続くんだぜ。終わりじゃないのかよ、騙された。